はい、こちらはスーパーファクトリーのアンドロイドの動画になっておりますけどね、しょうもない飲み動画をつけていただいておりますけれども、はい、Pさんです。お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様です。はい、今日は、まるちゃんお疲れ様です。と、浜子太さん、はい、どうもこんばんは。お疲れ様です。今日はなんか告知の方があるんだっけ。はい、はい、はい、2024年11月30日土曜日 PM7 時から忘年会を企画しております。なんだってよくご対応いただけました。はい、どんな感じになってるんでしょうか。忘年会企画、11月の30日土曜日 PM7 時ぐらいから、まあ、飲み物とか食べ物も持ち寄ってもらって、はい、うちのお仲間さん、はい、もうね、今回結構僕、忘年会とかって、うん、あれなんですよ、結構居酒屋を抑えたりとか、うん、裏でバーベキューとかダーンっつってやったりとか、うん、やってきたんですけど、はい、まあ、昨今ね、お店も大変だし、はい、僕も疲れちゃうし、はい、だからもう遊びに来た人たちね、飲みたいもん食べたいもん持ってきてもらって、はいはい、勝手に来てくださいみたいな企画で、はい、じゃあここでやるってことですね。もうお店開放します、はいはい、ここね、はい、だからまあ11月30日土曜日7時ぐらいから、はい、まあ、食べたいもの飲み物持ち寄ってもらって、はいはい、なんかわちゃわちゃやりましょうかということ で、うん、で一応、まあ、うちのメンバーとしては参加は、うん、P さんは大丈夫なのかな。大丈夫です。あ、 OK ですね、はい、はい、でまあ、ターさんが、30日ですか、全勝します。本当か、懲りよ。で、まるちゃんがあ、まるちゃんは来れます。はい、まるちゃんさんが、うちのお仲間さんともね、ちょっとこう親睦を図って、はい、ね、ちょっと仲良くしたいんで行ってもらってるんで、まあ、ご紹介がてらみたいなね、はい、まるちゃん参加してもらって、はい、あとはもうちょっとわちゃわちゃ、そうで食べてて、 うちもかみさんになんか豚汁でもまた作ってもらおうかなとかね、そんなぐらいで。ここもうそんなに広くはないんで椅子もたくさんないし、うん、完全に立食パーティーだね。あ、そうですね。で、以前やったことあるような、裏で大バーベキュー大会みたいな感じで人が集まると、はい、多分ね、この辺で立ち飲みもあります。表もう表で表ガラスの外でこんなのもあると思います。、うん、なるほど。だからまあそんなやりながら、まあ、もしかしたら途中で30分ぐらい生配信も挟むかもしれないので、はい、まあ、もちろんそれは参加された方が映りたくない人は別に映らなきゃいいだけの話なんかね、なんかいろいろまた、考えていきますけど、はい、じゃあ11月の30日土曜日ですね、はい、夜7時ぐらいから、はい、ワイズファクトリーの忘年会、すいませんね、ささやかな感じになりました。だ、来年は新横浜プリンスホテル鳳凰の間を抑えて、100人ぐらい集めて大忘年会大丈夫企画してますんでね、来年の忘年会はぜひご期待くださいということになってます。はい、はい、じゃあ、まるちゃんもたーさんも P さんも、はい、うん、よろしく頼みますね。はい、お願いします。都合の合う方、ぜひぜひ遊び来てください、はい、もう特にチケットもないしね、全然参加自由になってるやつになってます。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあこの企画曇りなきもまたご見届けを、また次回忘年会待ってます。お願いいたします。